セルジオ・エチゴさん、日本派ワールドカップから成長がない。日本派初心に戻ったね。ほぼ同格の相手に、ワールドカップのような戦いで挑んで、3点差の大勝だ。15日のエルサルバドル戦に続き、2試合で10得点。ショータイムだったね。ラインを下げて自陣で囲ってボールを奪って速い攻撃で得点を狙った。ワールドカップのドイツ戦、スペイン戦で見慣れた光景だ。カウンターで、三笘と伊東の存在が光った。中央で分厚い攻撃ができなかった。日本派守る時に一度引いてしまう。だから中央攻撃が生きないし、古橋だけではなく、一トップ派誰もが前線で孤立してしまう。ワールドカップと違う景色派ないね。最後に言っておくが、冒頭に言った、初心、は褒め言葉ではないよ。ワールドカップから成長がない、ということだよ。古橋をどうしたら擁護するんだろう。ボステコ有能すぎるだけか。セルジオも成長しねえな、わらわら、セルジオも成長がないな。まるで成長していない安定のセルを。セルジオ派ななみさん、ホラリラロって言ってたよ。セルエツのゴーストライター派もう2代目か3代目になってそう。伊藤よかったな、やっぱりこの代表チーム派ななみの影響が大きい気がする。セルジオはクハプーリオが引き継ぐから